こんにちは。自殺を考えている方、もしかしたら視聴者の中にいらっしゃるかもしれませんけれど、自殺は私はそんなに悪いことだとは思いませんので、別にいいんじゃないですか、死んでもというふうに私は思うんですけど。でもですね、この動画の趣旨は別に自殺を皆さんにお勧めするものではありません。いいんですか、死んで、いいですよ、死んでもってんで、別に構わないしっていうんで、それで死ぬのはもうそれでおしまいなんですけど、でも話もそこで終わっちゃうじゃないですか。だから、ちょっとそれは待とうと。なんで待つのかっつったら、自殺するっていうのは基本的には何か不満があるから多分自殺するんだと思うんですよね。だったら、その不満を解消してから自殺するんでも遅くないじゃないか。解消するためにどんな手段を使っても大丈夫ですよ。これはね、保証します。それから、あとは、もしかしたら人生の、そんな人はいないか。いや、例えばですけど、仮の話ですけど、今の人生がとても楽しいので、今より悪い人生にならないために自殺しますっていう人がいたとしても、じゃあ死ぬ前に最高の思い出を作ってから自殺したらとか思うんですけどね。で、そういう人は稀だと思うんで、悪い方だけの話をしたいと思いますけれど、例えば、いじめられていまして、もうとても悩んでいると。でも、もう家族にも相談できないし、自殺するしかない。自殺する前に家族に相談した方がよくない？どっちみち家族知るんだからと思うんですけど、そこら辺はまだ考えが至らないのかと思いますが、もし何かいじめなどをきっかけに今から自殺しようとしているとか、自殺を考えている人がいたらですね、その前に、どうせね、もしその後で、うわ、やっぱやんなきゃよかったって言ったら、その時に死んだっていいんだから、今自分ができる最高の、圧力とか最高の仕返しをやってみるというのは、私はお勧めしたいと思うんですよね。いじめっ子連中が、例えばいじめっ子っていうか、いじめてくるやつらが、例えば、多分一人とかじゃないですよ、そういう場合はね。大人数こういるという場合、じゃあその人の名前と、もし手に入るんだったら顔写真とか、そういったもの。だって、例えば、全員もう名前はわかるじゃないですか。だから、なんとか、例えば中学校としたら、なんとか中学校の、誰の誰とか、出席番号は何年何組、出席番号はこれとか、そういうことを全部こう書いていって、インターネット、ツイッターに書いてみてくださいよ。もう炎上しますからね。これすごいことですから。それだけでもね、もう致命的な打撃だと思うんですよね。で、それから先生が例えば相談に乗ってくれなかったとしたら、なんとか中学校の何年何組を担当しているなんとか先生は、私が、こういう誰とか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 にいじめられているということを相談したのに、親身になってくれませんでしたということをネットに書いてしまってもいいじゃないですか。で、もしそれでですよ、例えばそのネットに書いた、ことによって、もし何かとんでもないことが起こるんだとしても、あなたが死ねば終わりだから、その時に、ちょっとやっぱ書くのやめとけばよかった、よし、じゃあやっぱ自殺しようって言って、そうしとけばね、よくないですか。だから、とりあえず、死ぬ勇気があるんだったら、もっとすごいことができますから、自殺、あなたが死ぬというだけのことよりも、もっとものすごいことができますので、自殺する勇気があるんだったらば、もっとその前に大暴れしてから死んだらどうですかというふうに私は思うんですよね。それね、そんなに難しいことじゃないと思うんですよ。死ぬよりは、加害者の名前とかをネットに晒す方が簡単じゃない？ネットに晒すだけじゃないと思いますけど、他にもいろいろやりようはあると思うんですけど、例えば街中にこうビラをばらまくとか、どうも発想がなんか陰キャで良くないですけどね。全然でもそういうのでもいいと思います。あとは、会社の、そうですね、残業とか、上司があまりにもひどいとか、そういうんで自殺しようということを考えているという場合にも、またね、どこどこ株式会社の、ここではこういうことが起こっていて、証拠写真付きでアップロードするとかね、いいと思うんですけど、近頃インターネットで簡単に死刑っていうのかな、自分のね、あれが晴らせるようになっている、そんなところでもありますから。それで、もし例えばね、そしたら、そういうのを書く方が悪いんだよ、クズとかね、そのぐらいの残業で文句言うなとかいうのが、もし来たら、それで、やっぱダメだったかと思って、それで自殺するっていうんだっていいじゃないですか。死んだらもうそこから先は何も思わないんですから、それ以上何か感じることはないでしょうしね。で、そういうふうにね、それだけ徹底的に言うと、多分、死ぬよりは大体のことをやるのは多分簡単だと思うんですけど、そうするとね、死ぬ勇気っていうか、なんていうの、その死にたいという気持ちも、その原因も取り除けるような気がするんですよね。自殺するぐらいだったら解消できるような気がするんだけど、なかなかそうはいかない。もちろん、分かってまして、私もね、それは何もかにもこう適当に言ってるわけじゃないですから、自殺をしたいという人がそもそもいつも自殺を考えているというわけじゃないんだろうなというふうにも思っております。つまり、自殺をしたい、自殺をしたい、自殺しようかな、どうしようかな、死のうかな、じゃあ自殺しようと言って死ぬというよりも、結構なんか衝動的にやっちゃうっていうのがなんか多いって聞きますよね。私は自殺を真剣に考えたことは一度もありませんので、それは、別に衝動的になってしまうというのは分からないでは、分からないけれど、でも、飛び込み自殺とかね、結構電車でっていうのはありますね、ありますとか、あるらしいじゃないですか。ああいうのってどこまでが、
そういうものか分かんないですけど、でも結構ね、あれ電車で飛び込んで死ぬ時まで迷惑かけるなよとかそういうのに言う人もいますし、私もちょっとそれに近いことを昔考えてましたが、でも多分死のうと思って電車のホームに行ったわけじゃないですよね。ホームに行って多分唐突に死にたくなってしまって、吸い込まれるように飛び込んでしまったっていう人が多いんじゃないのかなというふうな気がします。だから自分が本当に今死にたいというふうに気づけるかどうかっていうのが大事なのかなというふうな気もしますよね。本当にね、自殺を考えたことのないような人間がここでこんな偉そうなこと言っても、気持ちはわからないということもありますので、私はそういう人に関して本当に心配はしているけれど、でも気持ちはわか、あの残念ながらそういう気持ちになったことがないのでわからないというのが事実ではあります。で、私に相談してくださいって言っても、私は何かその相談というか対応ができるわけじゃないんで、まあ、私に言うわけでもなく、まあ、命の電話っていうのもあるかもしれませんが、あれですけどね、まあ、結局日本はね、刑務所に入るとか、それから、死刑になるとかになれば、もうつまり死刑を恐れなければ、どんなことだって現状できてしまうわけですね。というと、こういうことを言うとね、また犯罪をこう、なんか、こう、駆り立てるようなことになってしまうかもしれないので、私としては、その加害者を殺したりとかするのは、ちょっとそれはね、また死んだ、殺すっていうことをすると取り返しつかないですから、人を殺すのはちょっと私はやめた方がいいと思いますけど、結局、後で自分が不幸な気持ちになるかもしれないしね、そういう取り返しのつかない、そのレベルのことは、ちょっとやんない方がいいかなと思いますけど、でも、まあ、自分が死ぬ、どうですかね、私個人としては自殺するよりは加害者を殺す方がまだ楽だと思う。いや、誰か殺すつもりはないし、なんかちょっとこの話なんか危険な感じになってきましたね。あれなんですけど、別にその人を殺せって言ってんじゃないのは分かりますね。これ極端な、一番極端な例えで、また実現すべきでないというふうに私が思っていることですけれど、でもそういうふうに考えればもっといろいろ死ぬ前にできることがあるんじゃないのかなというふうに私は本当に思います。自殺するなんてもったいないですよ。自殺する勇気があるんだったら、その勇気があるのになぜそれを他のもっとすごいことに生かさなかったのかなというふうに思いますね。だからもし今自分の中で明確に自殺をしようというふうに考えている人がもしいらっしゃったらば、その時はですね、死ぬつもりになって、あれですよ、もうこの例えがいいのかわからないですけれど、もう神風特攻隊みたいなもんですからね。特攻隊っていうのはね、あれすごい悲しい歴史だと思いますけど、もう死ぬ気になれば敵の軍艦の中に飛行機で体当たりをすることができてしまうということですからね。怖くてできないでしょ。でも、まあ、自分の命さえ捨てれば飛行機で体当たり攻撃ができるんだって考えるって、これすごいことだと思うんですよね。そういうレベルのことですから、最後にどうでしょうか、こう、鉢巻きをしてですね、特別攻撃でもって相手にこうドカンとこう打撃を与えて、ダメならもう潔く武士の最後を飾るっていうのでも私は悪くないと思います。どうでしょうか。まあ、潔くって言ったらね、自殺なんかしない方がいいと思いますよ。私だってしない方がいいと思うんだけど、どうせ自殺しようと思ってるくらいだったら、その力を最後に別の方向に生かしてみてくださいよというふうなお願いというか、私からの個人的な希望でした。動画の再生時間を10分以上にして、もっとこの動画の再生の収益率を高めるということをしようかなとも思いましたが、でもこの動画のね、ここまでの部分でできる限りの収益を得させてもらいますけれど、でも、自殺を考えている方に関して応援をしようという気持ちも当然して持っておりますので、だからこの動画はもうここら辺で切ろうかなというふうに思います。ちなみに一つだけ言っておきますが、もしかしたらね、最後に気分を害されるかもしれないから言っておきますけど、私は自分がこういうふうに発言をするということは、お金儲けをしようと思わなかったら、多分こうやってあちこちの人に言うことは多分なかったと思うんですよね。自分の身の回りで友達と喋ってるぐらいにこういう話はしたと思いますけど、だからお金儲けというきっかけがあることによって、皆さんにこういう話をお届けできているということもありますので、これが本当に役に立つ考えであるんだったらば、まあ、金儲けを、それをきっかけとしていいことができているんだったら、それは全然私はいいんじゃないかなと思います。だからこの方から、このことから、この動画から私はお金を少しですがいただきますけれど、まあ、すいません、ちょっとそこのところはですね、お互いに私がこういった活動を続けていけるようにということで、ご理解をいただきたいと思います。じゃあこんなところでいいかな。ご視聴ありがとうございました。